今日ここですね、うん、今日そうですね、バードさん、あのマークの上に鳥もちゃんと撮ったって。あ、ほんまですね。やっぱり鳥なんかイメージは。え、でも嬉しいと思いますよ。そうですね、また再び。あ、また、いや、口だけからもう、あるでしょ。そうですね、イベリコ豚うまそうだな。うわ、ローストビーフもこう、あれですね。あ、いろんなパスタがある。いや、ナポリタンってね、昔ながらね、はい、まあ、ね、ナポリタンっていうかパスタとか食べれなかったんでね、今日は。そう、パスタに挑戦、なんかしらすとね、うん、水菜の、なんと、こう麹のパスタで、おすすめ、今月のおすすめがいいんじゃないですか。お、イベリコ豚のチーズルーズズン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 とズンズンですね。ピザチーズ4倍とかです。あ、ウインナーのトッピングか。ウインナーだけないんですかね。カキ、ナスの量じゃないもんな。エビ来ない食べたしな。フード、フードってなんですか。ああ、ちょっとしたおつまみ的な、おつまみがお酒のね、唐揚げとかあるっすよ。前も頼んだやつですかね。美味しそうに食べるやつですかね、うん、こんぐらいにしときゃ一人やね。そうですね。あ、今のはいっぱい、うん、音がするんじゃないから。あ、なんか喉にしみる、ちょうどやっぱストレートティーっていうのがあのいいですね。何にも入れんのが今日はもう、なんかこうしみるというかね、体にしみ渡る感じで。なんか、まあ、今日一日締めくくるね、お食事というか、はい、ありがとうございます。今度鉄板ですね。よし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 。前頼んだ時は4個だったんでお皿だったじゃないですか。あ、鉄板だったな。スキレットってやつです。どこがですかね、これね。どこということで、はい、手でいきます。任せます。もうすでにどうですか。あ、いいですね。いただきます。うん、ふくふく。あ、すごいいい匂い。なんか気軽にこれ食べれるのっていいですね。パスタとか、はい、パスタ意外にあのもっと高いところ多いじゃないですか。1000円食っとんで、すごいね、比較的リーズナブルというか、まあこういうね、県北ですけど、うん、ちょっとなんか敷居高いかなっていうような感じするけど、 いざね、入るともうそれはもう憩いの場というか、隠れ家的なね、落ち着いた感じです。移動しかけた。あ、いいじゃないですか。リアルさんもあの箸上げせんといけない。箸、あ、大丈夫ですよ。もうこれはまっちゃんのすべてで、うん、まっちゃんってやっぱ取られるの好きなんですか。え、取られるのやっぱ好きなんですか。いや、好きじゃないけど、どう、いやなんかね、先ほど取ろうかとした時、ちょっとカメラみたいなね。スイッチ入れとるから。あ、そうなんです。ウッドもね、ちょっとやっぱり一味違ったねポテトなんで、今日これ、まあ、海外の皮付きポテト、めっちゃうまい。はい、じゃあいただきます。じゃあせっかくなんでね、あの全体、それこそこれね、これは冬瓜ですね、ゲールさんの冬瓜なんですか。これ冬瓜っすよ、多分ね、こんな感じでした、外冬瓜、うん、野菜も美味しい、しっかりしたい味で、で
まあね、このトマトと逃げるお肉を追っかけながらワンちゃんが刺していくと、これがイベリコ豚。めちゃくちゃ美味しい。ご飯が欲しいながら美味しい。しっかりしたこの根菜類がまたたまらんか。これはすごいな。うん、このクオリティとかすげえな。ちょっといただいてみます。こんだけじゃ収まらんすね。なんかね、収まらんすか。美味しさがもう収まりそうにないじゃないですか。これやっぱスポークで、はい、はい、いただきます。ちょっと イタリアンな感じでお願いします。食べイタリアンな感じで。では綺麗にいただきますね。そうか、いただきます。ありがとうございます。すっかり長かった。どうですか。めちゃくちゃ美味しい。どうですか。もうほんまにこの和風ペーストで僕好みですね。そうなんだ。もったいないこの生地。これ移転しよう。またまたそんな。そう。もう一点もね。大丈夫ですか。ちょっと違うっすかね。もうちょっと待って。おいしいっす。なんかうん、おいしい。なんか味がね、しっかりしとるっすよ。なんかうん、デイヨさんの好みない。うん、上の具が欲しいな。なんかね、だいたいワインに合う感じっすね、これ。ここの店のものが、これね、あの渋みのあるワインをね、注いなんか流し込むとちょうどいい、なんていうんですか、感じかなっていう。ワインとじゃ合いますね。ええ、めちゃくちゃ美味しくて、まあ今日はあの特別な料理を準備していただいて、なんかあの途中で、イベリコ豚とトマトとかチーズをあの交えたような料理を準備していただきました。それがもうとてもやっぱ美味しく、なんかあの感動した一品だったので、またなんかちょっと前もって予約してこんなきたいかなというところで思いました。またなんかイタリアンってやっぱうち の, あのどうですかね、落ち着けるような空間と、まあ、楽しい空間なので、ぜひ皆さんもおっしゃってください。